はい、どうもテラです。どうも。はい、見ました今の華麗なオーバーヘッドキック。はい、まあ、テラはサッカーはあんまできないんですけど、オーバーヘッドキックだけはこんな感じでできます。というわけでね、今日は今みたいなね、パフォーマンスより完全なパフォーマンス、実用性皆無のオーバーヘッドキックのね、やり方解説していきたいと思います。爆中できるよっていう人とか、あとはサッカー少年とかね、ぜひこれをね、やればね、かっこいいんで、はい、持っちゃいますよ。はい、こんな感じでね、オーバーヘッドキックやってみてください。それでは早速、やり方解説していきます。どうぞ。じゃね、まず、このオーバーヘッドキックなんですけど、まあ、まずはボールは持ちましょう。で、これ大前提なんですけど、爆中できることが大事です。爆中できないと、まあ、下手に、ね、失敗して当たっちゃうとかもいろいろあるんで、まあ、とりあえず爆中はできるようにしましょう。まあ、そんな爆中なんてできねえよって人も多いと思うんですけど、テラ他の動画で爆中講座出しているので、まずはそっちを見て、まあ、しっかりねマスターしてからやってほしいなと思います。じゃあ爆中なんとなくできるけど、どんぐらいできればいいのっていうのは実際ちょっとやってお見せします。今のだとまあ余裕すぎぐらいですね。これぐらい低くなっちゃってもいいんで、まあ、これぐらいは、まあね、さらっとできるぐらいだったらオーバーヘッドキックできます。まあ、まずはね、まあ、バック中やろうと思ってパッとできるぐらい実力をつけてください。はい、じゃあもうバック中できますと、はい、そうなったらじゃあボール、ね、使ってねオーバーヘッドキックやっていきます。まあ、言ってしまえばボール投げてくれるだけなんですよね。なんで、まあ、最初の投げ方と合わせ方のコツだけお話します。まずボールを上に投げるんですけど、投げる方向は真上ですね。でちょっと高めに上げてあげる。で高めに上げてあげると、まあ、その分よしじゃあ今行こうっていう、そういう調節が効くんで、しっかり真上に高く上げてあげるっていうようにしてみてください。まあ、ボール青くってこんな感じか、で投げれるのも大丈夫ってなったら、いよいよバック合わせていきます。合わせていくんですけど、ボール投げて1、2、3って構えてると遅くなっちゃうんで、ボールを投げた瞬間に手は下ろします。ボール投げて手は下ろす、ボール投げて手を下ろす、でやってボールが落ちてきている間に手をバンザイってやってバク宙を仕掛けに行きます。最初は蹴りとか意識せずに投げるのとバク宙するのをやってみてください。ボールを投げる、はい、まあ、これを何回もやって、まあ、投げるっていうのと投げてる間にバク宙するっていうのを、感覚つけるようにしてみてください。じゃあいよいよオーバーヘッドキック蹴ります。蹴るってなったらボールを真上に上げます。落ちてきた時、落ちてきた時にここに向かって足、今はテラは右足なんだけど右足を伸ばし、で反対の足はちゃんと抱え込んで胸に引き、こうこうで右足蹴る方の足はしっかり上げてボールにっていう感じでやってみてください。蹴る時にあまりにも蹴ろう蹴ろうとしすぎてしまうと前の状態にしてしまうことがあるので、あくまでバク宙が大事。怪我しないためにもバク宙をしっかり意識して怪我をしない、ね、安全なバク宙できるようにしてください。このオーバーヘッドキック失敗して何が一番かっこ悪いって失敗して怪我をすることなんですよ。なんで、まあ、最悪別にオーバーヘッドで、ね、蹴れなくてもいいので、とりあえずバク宙はちゃんとやろう、そこ大事です。投げてボール落ちてきたらここで蹴り、ボール落ちてきたらここで蹴りとしてあげて上げて、まあ、こうやってね、今ちょっとね、かすったんですけど、まあ、大体ね、うまくいかないとかすってやるって前に飛んできてます。うまくいくと、しっかりよしってこっち側にボール飛ばすことができるんで、ちょっとな、こうやっちゃうんだ、こんな感じでオーバーヘッドキック、ね、かっこいいオーバーヘッドキックでみんなの前で披露してみてください。まあ、今日はちょっと変化球みたいな、そのアクロバット系の技だったんだけど、はい、まあ、テラ他にも普通にバク宙、バク転、前宙、ハンドスプリングとか側転のなどとかいろんなねアクロバットポーズを出しているので、ぜひそっちも見てみてください。では今日はこんなところで、バイバイ。